明日も寒そうだね。明日は公演。意外とこの2週間来週と公演があります。ね、あっという間に来るね。毎日毎日毎日朝寒くて起きるの逆に早く出れないよ。起きないし布団から起きれない。今日は窓開いてない。なんで窓開けるん窓は開けんよ、寒いもん。ね、寒い時のお風呂はいいよね。なんか逆にあれだよね、夏は暑すぎてお風呂入りたくないみたいな方もいるかもしれないですけど、お風呂は使った方がいいですね。オタゴン？ハタゴンじゃなくてオタゴン。こんばんは。サウナに行きたいね。全然行ってない全然行ってないです。サウナに行きたいね。行きたいとこどこって言われたら、夢の国、夢の国もいいよね。アメイキのね、クリスマスツリー、なんか音楽流れてるよね。毎年楽しみにしてます。どんなツリーかなーって。今年もとても綺麗なので、通る方はぜひ。夏と冬どっちのサウナがいいの？冬じゃない冬じゃない。まあね、冬だとすぐ寒くなっちゃうんですけど、外にいたら。夏だとね、ずっと寝ちゃうね。寝ちゃう。まあ冬も変わらんけど。去年って私クリスマスツリー出してないよな。あ、ツリー出てた？あ、去年頑張って作ってたやつか。あれ去年なんだ。すぐ片付けてたよね。その一昨年はずっと片付けてなかったんっけ。ちょ、覚えてないわ。ね、飾り付け配信しましたね。毎年毎年。ね、一年早いね。今年も飾り付けするかな。
しようかな、どうなんですかね。1年早すぎて全然1年感じなかったわ。今年のクリスマスは水曜日なのですね。なんかクリスマスとかクリスマスイブはなんかめっちゃ有馬記念の記憶がでかい。有馬記念のイメージ。クリスマス公演あるかなね。どうなんですかね。どうなんですかね。こんばんは。去年は公演クリスマスにあった、なんかクリスマスにやってない気がする。去年はなんか26とかだった気がする。違うかな、わかんない。なんかその記憶はある。わかんないや、覚えてる。でもなんか K2 率高いよねクリスマス。K2 じゃなかった。どっちだ。今年もどん兵衛イベントやってほしいね。これも結構ファンの方から出てたけど、私はどうかな。あ、クリスマス当日か。K2 かな、じゃあ今年も。わかんないけど。あ、そうだね、10期と仲良しやってたね。そうだわ、お願いして10期に。25日だったんだ。なんかクリスマスの次の日感覚だったんだけど。25日だったのね。今年はどうかな。何だっけな、あれやった気がする。思い出せ歌、 AKB さんのなんとかのクリスマスだっけ、なんとかのクリスマス。あ、予約したクリスマスだ。予約したクリスマスだよね、やったの。なんとかのクリスマスって、全然降りてこんかった。全然降りてこんかった。ちょっと今ね、焦り期なので今私。シャッフル公演を覚えなきゃっていう焦り期で、結構はい焦ってます。結構焦ってる。結構焦ってます、多分。結構焦ってます、多分。できてるのかな、本番までには。本番までにはできてるのかな。
焦ってるように見えない？めっちゃ焦ってるよ。うわーってなってる今多分。そう、そうなのよ。これ自分たちで覚えなきゃいけないので焦ってるんですよ。S と E どっちが難しい？え、もう全然頭にまだ入ってないので、まあ中曲でいくと声出しはむずいね。あれはむずい、もうとてもむずい。ね、みんな何やるかな、私ユニットはね、何やるんでしょうかね。全然違う、そう、時間がないと全然違う。可動域がまず違うね。踊りの振り幅が、なんか時間がない公演も公演で難しさはあるんですけど、温度感が全然違う、まあ、声出しとは多分分かりやすいと思うんですけど、全然違うので、そうなのよ。なんかもうずっとランニングしてる感じ、例えで言ったら、そう、ずっとランニングしてる感じだね。そうですね、体力勝負のところはあるので、はい、ファンの皆さんはね、まあ S とか E にちょっとね気になって入っている方もいるとは思うんですけど、ぜひコールなどを覚えて来てくださると嬉しいなと思いますね、うん、その公演によってコールがまたあると思うので。まあね、理解、よくお分かりのファンの方もいると思うんですけど、ぜひ、声出していこうぜ。コールしやすい、まあね、確かにそのまんまだもんね。声出していこうぜだからね、声出しにくかったらね、めちゃめちゃ矛盾してる楽曲になっちゃうからね。こんばんは。おやすみなさい。おやすみなさい。お、出ました。ありがとうございます。973です。ありがとうございます。皆さんね、ぜひユニット予想などをしてワクワクしながら、あとは当たることを祈ってお過ごしください。ありがとうございます。毎日毎日ね、あのショールームは更新していってるので今は順調ですが、私の今の心境は全然順調ではないので、今焦り期なので、はい、頑張りたいと思います。とりあえず、はい、明日は公演なので、
公演前に朝やるか昼やるか公演前にやるかはちょっと分かりません、はい、ちょっと公演前にちょっとお仕事があるので、それ終わってその間でやるか公演前にやるか朝起きてやるかの3択です、はい。ということで皆さん今日もありがとうございました。はい、それではおやすみなさい。皆さんありがとうございます。おやすみなさい。ありがとうございました。またねー。